皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは、幸せにする順番はまず自分ということについてお伝えしていきたいと思います。教室業の先生を目指す方っていうのは心が優しい方がとても多いです。はい。そうするとですね、どういうことが起こるかっていうと、生徒さんのために、生徒さんのために、ないしはご家庭においては子供のために、旦那さんのためにとかっていうことでですね、自分の順番が後回しになる方がとても多いです。でもちろんサービス業としての教室業ですので、生徒さんが喜ぶことっていうのはやはりお仕事としてちゃんと取り入れていて、要望を実現化していくっていう、仕事をね、改善していくっていう、それがねすごく大事なんですよ。だけれども、それを取り入れすぎて自分っていうものがなくなったり、自分の時間、自分の考え、そういうものが全て犠牲になっていくっていう形で成り立つお仕事、犠牲の上に成り立つ家庭環境っていうのはあまりおすすめではないということです。基本的に一番最初に幸せにしなきゃいけないのは自分なんですよね。だからここやるともしかしたらですね、わがままって言われたりとかですね、まあ一回もしかしたら家庭の中で亀裂が入ったりとかもしやするかもしれません。だけれども自分が幸せと思っていられる状況でないと、人を楽しませたりとか人を幸せにすることってできないと私は思っています。もちろん考え方違う方とかいらっしゃると思いますけどね。私は基本的に自分がいつもご機嫌である状態を作る、その上でそのご機嫌な気分で、クライアントさんに接する、そしてその方にそのご機嫌な気分で生きていくことができる考え方をお伝えするという形で動いています。だから自分を自分で癒すというか、幸せにできるような自立した幸せを作ることができないと、誰かに足りない分を補ってもらったりとか、だから他人の評価が必要な人っていうのは自分で自分を癒せてなかったり、自分で自分を幸せと感じられてない人は人の評判とかが気になります。はい。私じゃ全く気にならないですかって言ったら、ね、それはやっぱり著者ですし、 Amazon とかでね評価1とかつけば、まあ、それはちょっと残念な気持ちにはなりますけれども、でも1がつく反面、じゃあ例えば5をつけてくれたり4をつけてくれた人が何十人もいれば、そこで全然チャラになって帳消しで、私はこの本を出してよかったな、喜んでくれる人のために本が出せてよかったなということを考えるタイプなんで、まあ、気にはなるかって言えばならないかと言えば嘘かもしれないですけど、そこは見ないようにするっていう、スルーに流すっていう技量を持ってますのでね、そういうふうに動いてます。だから私は私がやりたいことをやるっていうのを一番最優先に考えてます。はい。そしてそれをやっていく上で、自分が幸せだな、満ち足りてるな、だからこの気分を他の人にも分けたいっていう気持ちになるんですよ。お金もそうです。自分がまずは豊かにならないと、他の人に例えばね、それこそおごるとか分かんないですけどね、そういうこともできなかったりとか、社会貢献を本気でしたいと思ったら絶対に稼がないとできないんですよ。納税してもいいし、いっぱいお金を、何かそのお金をねボランティア的に、まあ寄付じゃないけど、そういう生きるお金として使うように使ったらいいと思うし、それも稼いでないとできないので、だからものすごい起業家っていうか事業家の人って大体なんかすごい寄付とかやりますよね、アメリカの大富豪とかね。そういう感じで、まずはね、稼ぐんなら自分がまず稼ぐで、自分を癒す、それからです。ご家族を幸せにしたり、生徒さんを幸せにしたり。なので集客できてないのにそんな気分ならないよっていう話もあるかもしれないんですけど、別に集客ができていなくても自分の気分を癒すっていうのはまずできます。で、稼ぐことには罪悪感を持たなくていいということですね。で、そういうふうに動いてると、それに合ったぴったりな人がちゃんと集まってきますので、まずはその人の評価とか他人軸で自分の心を測らない、そう思うだけでも人生だいぶ楽に生きることができると思うので、まず幸せにする順番は自分からです
ていうことをちょっとね心に留めて、順番が違っちゃってないかっていうのを考えてみるきっかけにしていただければというふうに思います。それでは